目指せコンパクトシティ東戸塚。目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組は東戸塚の街がどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのかなどについてお話ししていきます。それではご出演者をご紹介します。東戸塚まちづくり開発委員会顧問の大滝正夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。事務局より岡本拓也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、前回のこの番組のテーマは都市の農地とコミュニティ地域経済ということでお話をいただきました。地域の住民の視点で言いますと、農地を介して交流を深めたり、住民の方自らが生産に関わることで地産地消が進みまして地域への愛着が深まるなど、都市部の農地と地域のコミュニティという良好な関係が続けそうだということでお話しいただきました。こうした住民の方たちから求めることに対して、いわゆる農家、地主さんの側からすると好意的に受け止めているというようなアンケートの結果のお話なども展開させていただきました。さて、今回の番組のテーマは、今日はですね、はい、この都市の農地の使われ方というところからさらにちょっと発展をさせてですね、はい、今この東戸塚でもちょっと問題になってますし、全国的に大きな課題ではあるんですが、はい、空き地とか空き家対策ですね、はい、あるいはその予防策、こういうことについて、国がですね、はい、委員会を作って、対応を検討を今始めてるんですね、はい、その国の委員会っていうのは都市計画基本問題小委員会というところなんですが、8月にその中間取りまとめを行いました。この中間取りまとめでですね、実は都市のスポンジ化という、新しい言葉を、使ってるんですが、はい、都市のスポンジ化というのはどういうことなのか、はい、そういったことについて今日ちょっと岡本さんと話をできればいいなというふうに思ってます、はい、都市のスポンジ化、全く聞き慣れない感じなんですけども、岡本さん、都市がどういう状況になるっていうことですか？はい、その国の、委員会の方ではですね、はい、都市のその内部、内側の方ですね、そこで空き地であったり空き家といったその低ミリ用地って呼ばれるんですけども、はい、そういうところの空間がその小さな単位で、時間的にも空間的にも、規則的ではなくてランダムに、はい、発生すると。でそれが量としても相当程度の分量が発生する現象というふうに定義しています。はい、でもうちょっと具体的に言いますと、例えば東戸塚ではなくてもう少し地方の都市をちょっとイメージしてもらえればいいんですけど、はい、中心部の方でよくシャッター通りになっちゃってるようなところ、はいはい、商店街で空き店舗がこう増えてきて、それがこう連続していくような、つまり量的にもその空間的にも発生してきているような、そんなようなものであったり、あるいはそうですね、東京の郊外の方でも言われていますけれども、その住民の高齢化が進んできて、その空き家の方が増加してくると。でさらに進むとそれが限界住宅地なんていうふうにも言われているところもありますけれども、はい、そんなような様相になるような現象のことを指しています。はい、で今の国の政策としてはですね、人口がこう減っていくような社会であっても、その便利な町であるということが続けられるように、皆さんが生活続けられるように、住まい、それからいろんなその都市機能、医療であったり商業であったり、そういったものを街中の拠点の部分に集約させて、ある程度のその人口密度が保たれる、そんなような市街地の形成を目指していると、これがいわゆる、我々のこの番組の表題にもなっていますコンパクトシティというものですね。はい、そうですね。それを今国としても進めているようなところなんですけれども、その住まいであったりその医療とか商業とかのいろんな機能を集める、べき場所なのに、それとは逆にですね、先ほどの中心市街地でそのシャッター通り
が生じてしまうとか、はい、まあ、そういう空き店舗あるいは空き家空き地、というものが多数発生してしまうと、その集約しようと思っているのにそれが実現できないと、その結果そのエリアの価値が低下してしまって、必要な投資を呼び込みにくくなってしまうと、はい、で住宅で言いますと郊外の住宅地だとその空き地とか空き家の増加がそのまま放置されてしまうと、その居住環境の悪化というものも避けられないでしょうし、そういったまあ観点からその防止であったり解決に向けた方法、それが検討されることになったというようなことのようです。はい、この番組のタイトルでもありますけれども、我々東戸塚はコンパクトシティを目指して街づくりを進めているわけで、今現在の状況からすると今お話があったようなこう空き地や空き家空き店舗などがこの東戸塚で大量に発生しているっていうわけじゃないんですよね。そうですね、部分的には少しずつ見受けられているかもしれないですけれども、はい、今言っているようなその地方都市 の、はい、シャッター通り化とか住宅地 の、 その空き家化、そういったレベルまではまだ全然行ってなくて、十分に快適に過ごせる街になっていると思うんですけれども、はい、まあ、でもやっぱりこの周辺でも小さな規模の商店街なんかはやっぱりそういうことが現実にも起きてきてますよね。そうですね、はい、ですから、これどこでも全国どこでもそういった現象というのは見られているという、そういう意味ではとても大事な視点なんじゃないかというふうに思いますね。おっしゃる通りですね。でそのコンパクトシティっていうものを作るその期間っていうのはそんな10年とかでできるような話でもない、非常に、はい、長い期間が必要になるというふうに思われますので、その期間中にそういう空き家化だったり空き店舗が発生する可能性がないかと言われればそんなこともないだろうと、はい、そう言い切れないところがあるので、ぜひ今国で取り上げているような問題というのは意識して街づくりに取り組まなければいけないんだろうなと思っています。はい、でもうちょっと具体的に言うと、例えばこの東戸塚駅が開業したのって昭和55年ということなので、その時にこの東戸塚に移り住んできた方って結構いらっしゃる。そうですね。そうですよね。で、まあ、仮に第一世代というように呼んでみると、まあ、その後転入後37年経過しているわけですから、まあ、例えば35歳で、この地に移り住んだとすればもう70過ぎてますね。超えてますね、もうね。なのでそろそろご高齢に、なりつつあるというような状況で、その先今度世代交代という時期に差し掛かってくるのかなと、はい、そうすると子ども世代の方というのがそろそろ相続とかっていうのも意識し始める時期かなと。でその相続した後のその資産をどのように扱うか、その相続後の利活用が進まなければ結局空き地であったり空き家というものが生まれてしまうような状況ですので、はい、今はなくても近い将来そういう、ある意味、そのスポンジ化が進む条件みたいなものが徐々にこう整いつつ出てきてしまうというようなことだと思います。はい、で、スポンジ化で問題となっているのが、その個人の空き家であったり空き地なので、その住宅の居住者が、まあ、お亡くなりになったり入院したり、はい、いろんなまあ事情で不在になって、で相続される予定の方もすでに自分が住んでる家があるわけですよね。で大体所有されてるわけですよね、はい、もう。そうですね。でそうすると元々のその親が住んでいる家というのが利用されない、で、売却もできない、あるいはその今当面困ってないので何とかしようっていうそのアクションを起こす気にもなれないということで、その空き家というものが取り残されていく。でそれは都市の中心部でも発生するし郊外でも発生する、いろんなところでそれが発生してくるので、一概にその駅周辺というこう非常ににぎわったところでも発生してきてしまうというところが大きな問題点として国の方で認識しているような状況ですね。そうですね、これだからスポンジ化っていうのは何もこのその田舎だからそうだとか都会だからそうだとかっていうことではなくて、全国的にそういうやっぱり現象っていうのが今社会化してきている
ということだと思うんですよね、うん、それとだからこの都市政策っていうのをどう結びつけてどういうふうに解決していくのかっていうのが、まあ、この委員会の狙いどころだったんだと思いますけどね。はい、今お話しいただいたように世代交代によって起こってしまう空き家空き地問題っていうのもあると思うんですけれども、他にも何かこの空き家とか空き地が増えてしまう原因っていうのは考えられていることありますか？はい、この国の委員会の方の調査によりますと、はい、まあ、そもそもですね、土地建物の総量というものが需要よりも格段に多いと、はい、つまり、需要と供給のバランスが取れてない状況にも、まあ、よく言われるのはその住宅が余ってる時代に入ってきてると言われてますけども、うんうん、まあ、そういうふうに需要が絶対的に満たないという構造的な原因が、まあ、まず第一に掲げられています、はい、で、まあ、それにプラスアルファしてその需要が仮にあったとしてもそのタイミングが合わなくてそのなかなか処分できなかったり、はい、あるいは情報がこううまく買い手側と売り手側が合わないといったようなことも原因として考えられているようです、はい、で、まあ、そもそも都市計画っていう、まあ、制度が、日本にあるわけですけども、その制度自体は日本が成長する過程で作られてきた制度ですので、その宅地とか建物の全体のボリュームをこう、まあ、抑える、そういうコントロールするしてその数量調整をうまくやってですね、はい、効率的にさばいてきたというような、まあ、制度になるわけですけれども、まあ、それによってその需給関係が整われてきたということですけども、これからは人口が減ってくるこの都市の成長ではない時代ということですよね、はい、でそこに入ってきますと、まあ、特に増加しているのは高齢のご世帯ということになりますので、なかなか住宅とか土地に対して、新たなニーズというものは生まれてこないわけですよね、うん、そうすると需要が減ってくるというような状況なので、はい、ますますその需要と供給のバランスが合わないのが加速していくというようなことですね。で、ただその一方でですね、その宅地であったり建物を、減少させるような調整というのは、まあ、皆さんの個人的な財産なので国が一方的にそれをこう取り上げるみたいな話はできないわけですよね。そうですよね。そうですね。なので、なかなかその逆の今までやってきた都市計画と逆の方法というのがすぐにこうできるかというとそういうわけでもないというような状況ですね、はい、で、ですね、これからその土地利用の、ニーズというのもきっと変化してくるんだと思います。今までは例えば、そうですね、オフィスビルがあったところをいやオフィスじゃなくてここは住宅にすべきだとか、はいはい、そういうふうに土地利用を変えていくという発想もあろうかと思うんですけども、なかなかそれがスムーズに進まなかったということも、空き家とか空き地の発生原因というふうにも言われていまして、例えばその中心にある商業地で、商業施設が撤退した後にそこにやっぱり住宅を作りたいよという、はいはい、まあ開発者側あるいは住宅をこう求める方のニーズがあったとしても、はい、どうしても商業地だと土地の価格って非常に高いんです。そうですよね、新聞とかでもその銀座がやっぱり日本一その地価が高いと言われるようにですね、なのでそのギャップが残ったまま住宅に変えてもなかなかそのニーズと供給の方が合わないというようなことが起こるので、その未利用地が発生していくだろうというようなことが、まあ、分析として出てきているようですね。はい、まあ、東戸とかなんかはでも商業地としては相手もすぐそこに入るっていうね状況ではありますけどね、今はね、はいはい、まあこれからどういうふうになっていくかっていうことを考えた時にはそういうことは十分あり得るってわけですよね。はい、まあ、今現在はまだそんなに問題ではないというこの東戸塚なんですけれども、はい、空き家や空き地が、まあ、今後東戸塚に限らず増えてきたとした場合どういった問題点が考えられるんですか？そうですね、まあもう第一印象としても分かるかと思うんですけども、空き地空き家が大量にあるという状態を思い浮かべればそこに活気がないというのは当然ありますし、はい、でそうなってくると管理が不全という状態で治安面それから景観面それからその住みやすさその住み心地の良さそういう居住環境という面でも悪化してくる、あるいは誰の目も行き届かないような街になってしまいますので災害時の危険性も増してくると、
まあ、そういった空き地とか空き家に限らずですね、その近隣とか周辺を巻き込んだ都市環境の悪化というところに発展していってしまうと、はいはい、でその周辺にこう悪い影響を及ぼすということを、まあ、経済用語で外部不経済というふうに言うんですけれども、はい、まあ、そういった状態を発生させる恐れが高くなるというふうに国の方では見ているわけですね、はい、でまたその町の中心部でその低ミリ用地のまま適切にこう利用が進まないということは、またこれも経済用語で恐縮なんですが、機械損失というふうに、言われるそうです、はい、でまあ、引いてはですね、その郊外へその本当は町の中心部で使ってもらいたいそのエネルギーがですね、郊外の方に流出してしまうと、その需要が外に流れて、で外の方で、まあ、スプロールって言うんですけれども、はい、無計画に、市街地が拡大してインフラ投資、つまり行政の方が道路を作ったりとか水道を引いたりとか、そういったことをまたやらなければいけなくなって、そこでの非効率化というものが招かれるというようなことになってしまいます、はいはい、ここですね。でさらにですね、人口の密度が低下しますと、住民のその生活を支える、サービス、はい、まあ、先ほども言いましたけど医療とか商業とか、まあ、福祉とか、そういったものが撤退するような可能性が、高まって、その町の利便性というものが下がってしまう、あるいはそのサービスが抜けてしまうので、その維持管理、まあ、サービスが抜けてしまうからというよりは、この行政の方で整備しているものの維持管理が効率が悪くなるということですね、はい、それから環境負荷が増えるといったような弊害も生まれるというふうに見ています、はい、で、こういった状態が本来は駅の周辺というのは活気があって集約されていることによるその便利さというものが享受されるはずなんですけれども、はい、その区域でこのスポンジ化が進んでしまうと、せっかく、一生懸命やってきたそのコンパクトシティへの取り組みというものが無駄になってしまうということになりますね。そうですよね、なのでこういった問題があるので、国ではそのすでに発生しているスポンジ化にまずどういうふうに対処していくべきかということと、まだ表に出てきていない地域でだけれども、今後予防をしていこうという、はい、そういう措置を合わせて、その都市計画でどのように対策できるかということを課題として、まあ、検討したというような状況なわけですね、はい、なかなか難しいデメリットの多いお話をいっぱい聞いてしまったんですけれども、あれですよね、まあ、空き地の、まあ、プラス面って言いますか、そっちもあるわけですよね。そうですね、まあ、使い道がないというふうにも見れるわけです けれども、はいはい、まあ、暫定的なその需要というものはきっと発生してくるであろうと、例えば地域の方々がそこで何か、催しをしたいですとか、まあ、あるいは別 その開発事業者側としてもその種地として使ったりとか、はいはい、あるいはそうですね、休憩できるような、まあ、以前もスマートウェルネスとか歩いて暮らせる街づくりの中でも言ってたような、そのゆとりの空間として使うとか、まあ、プラス面の要素もあるというふうには思います、はい、なので、国でもそのプラス面というのは非常に重要視していますので、そういったことも含めながら制度改正などの検討を進めているというような状況のようですね。はい、大滝さんいかがでしょう。その通りですね。まあ、ちょっと後でまたこのプラス面のことについて若干ちょっと話をしてみたいと思ってるんですが、まあ、決してマイナス面だけではなくてですね、どういうふうに有効活用していくかっていうのは、この地域の私たちの、まあ、一つの発想とかですね、あるいはコミュニティとしてそれをどういうふうに有効利用できるようなことになるかという、まあ、そういうことにつながっていくのかなと、地域力ということにもつながるかもしれませんね。そうですね。それではここで一曲お送りします。青山テルマさんでダイアリン。目指せコンパクトシティ東戸塚、本日は空き地空き家問題についてお話を展開しております。先ほど、まあ、空き地のプラス面
というと、まあ、メリットといいますかね、こういったことも考えられるよという発想の転換についてお話をいただいておりましたけれども、大滝さん、はい、この空き地空き家問題、まあ、ネガティブな捉え方もあるんですけれども、逆に一方メリットもあるということで、まあ、もちろんそうですね、はい、当然あるわけです、はい、そのままにしておくというよりはですね、やっぱり地域で有効に活用しようではないかというそういう視点は常に働いてるわけでして、はい、まあ、これ東戸塚に限って言ってるわけではないんですけどね、それからもう一つはその空き地の規模にもよるんだと思いますが、あ、そうですね、例えばどういう使われ方がもうすでにされてるかっていうと、コミュニティ作りの、まあ、拠点的な、あるいはそのスペースとしてですね、使われていたり、あるいは高齢者スポーツなんかでも最近小さな規模でも使えるというようなスポーツもあるようですので、はいはい、そういう高齢者の人たちの玉あるいはバールのような方、あるいは高齢者のスポーツの場所になっていたりですね、あるいは地産地消のイベントなんかも、開いているとかですね、はい、まあ、様々な使われ方っていうのは実際あるわけですね、はい、で前回テーマにしました都市農地のところでもちょっとまあ話をしましたけれども、この都市農地のあり方も実はこれ随分変わってきたわけですね、はい、まあ、今この東戸塚の近くにも農地があってですね、まあ、宅地化した方がいいんじゃないかということで、そういう動きがもう一時すごくたくさんありましたし、まあ、これからもやっぱりその土地の有効利用ということを考えるとそういう方向なんですが、いずれにしてもこの政策的な位置づけというのがですね、ちょっと変わってきつつあると、はい、従来宅地化すべきだったものからですね、緑地とかオープンスペースとして評価をして、はい、都市にあるべきものというふうに見直した上でですね、政策的に見直した上で、まあ、小規模な農地であってもですね、生産緑地地区によるところの保全対象として、そして残していると、有効に使われている、使おうとしているということなんかも、まあ、そういうことに該当してくるのかなというふうには思いますけどね、はい、国はまあ制度の改正とかそういったことで検討を進めているということもありますけれども、現時点ではどんな感じの進み具合なんですかね。はい、ですね、その先ほどから申し上げた国 その方の取りまとめの内容を見ますと、はい、まあ、今までですと、まあ、都市計画というと整備、開発までが守備範囲というような扱いだったんですけれども、今後はその管理の方まで広げて、その集約すべき場所 その穴となってしまった場所を埋めたりと、はい、これから発生しそうなその穴を予防するというようなことを講じるというふうにされています、はい、でこれはどういうことかっていうと、今まではその都市計画っていうのは開発の用途であったり大きさ、それからその立地できる場所、について、まあ、一定のルールというか物差し基準を作っていて、それに照らして許す許可したり、規制したり、していたわけですけれども、まあ、それによってその土地利用 その用途であったりボリュームというものをさばいてたわけですね、先ほども申しましたが、ですけれど、現在問題となっているのはすでに利用されているその場所ですね、建物が建てたり、した場所 その放棄あるいは撤退してしまうといったこと、つまり、しないことに対して の処方ですね、はい、それはつまり土地の使われ方あるいは管理といったようなもので、それってまだ日本の都市計画の制度の中には組み込まれていなかったわけですね。で、例えばですね、その町の拠点にその都市機能をこう先ほども言ってる医療であったり諸業というものを集約化しようとしても、それらがこう撤退してしまうような状況になってしまいますと、穴の開いた桶にこう水を溜めるようなことになってしまいますので、はいはい、その努力というのが無駄になってしまうわけですよね。なので、今までは備えられていなかったその管理という部分についても都市計画の制度の中に組み込んでいきましょうよというような話が今進んでいるようですね、はい、確かに管理が重要ですね、これからはね。大滝さん、その通りです、はい、まあ、東戸塚でもやっぱりそういうところあるわけですね、はい、ですから
やっぱりこの東戸塚まちづくり開発委員会でその土地を適正に管理しながらですね、地域の皆様方に活用してもらいやすい、はい、いい環境を保持するために清掃活動をやったりですね、そういうことをしているところもあるわけです、はい、ですから今言ってるように確かにそういうことがこの地域に逆にこう求められてきていてですね、この辺がだからその空き地対策をどうするかということの、まあ、地域に求められる一つの、あり方の一つになってきて、それは今度は地域の中で考えなきゃならないことなのかもしれませんけどね、はい、先ほどのお話で委員会の中間取りまとめではこの穴を埋める、穴の発生を予防する、こういった、方策を講じているということだったんですけれども、具体的にはどのようなことなんでしょう。はい、まず穴を埋めるという方ですね。今すでに穴が開いちゃってて、はい、そこをなんとか埋めなきゃいけないというようなところの話ですけれども、はい、今、まだ検討中ということのようですね、国の方でも、はいはい、で今後の国会、などにそれを制度化していこうというふうに目指しているようなんですけれども、その穴を埋めるっていうことはその不動産の取引をもうちょっとスムーズに進め、させるような手当てをすると、いうことなので、はい、そのための情報がうまく、両者に伝わるようなことが大事だというふうに捉えて、はい、その行政であったり、あるいはもしかしたら NPO 法人とかかもしれませんけども、そういったものがその取引に、介在すると、仲介であったり媒介するようなことを期待した対策が2つほど検討されているような状況のようですね、はい、で1つ目がその情報をまず集約したり、それをマッチングするようなこと、はい、それと、土地や建物 の所有と利用をこう分けるような仕組み、そういったことを展開している先行事例が、山形県の鶴岡市の方で行われていて、それがランドバンク事業というような事業のようです、はい、でこれ国の方でも紹介してるんですけれども、鶴岡市ではその市場で流通しなくなってしまっている空き地であったり空き家というものを、産官学の関係者が参加するような NPO が仲介していると、はい、でこううまくコーディネートして、空き家の解体であったり、隣の土地の方に売ったり、あるいは一体的に利用したり、あるいはその公共側の方でどうしても道路の拡幅整備が必要だということであれば、はい、そこに、その土地を使うと、そういったものを連鎖的に行うような取り組みを、鶴岡市では進められているようなんですね。でそれをもとに、今後その集約していくべき、場所で、仮に市場価値がないような状況になったとしても、はい、近隣 そのコミュニティにとっては、まだまだその使っていく価値があるという場合は、その隣接する土地所有者の方々が、その土地を取得して統合すると、土地を統合するようなやり方をはじめとしてですね、うまく使ってくれる方に引き渡して、その集積というものを進めていくというような方策が今検討されているということのようです。はい、とてもこれうまいやり方ですね。素晴らしいですね。で2点目の方がですね、今度は利用されなくなってしまった、放棄、はい、されてしまった土地や建物について、やっぱり行政が今後は関与、していくべきじゃないかという、点ですね。で、これは特に地方都市 その中心市街地、などをイメージしてみると分かりやすいと思うんですけども、その、集客施設、店舗などですね、はい、でサービス施設ということになりますけども、それが閉店してしまった場合ですね、先ほども言いましたけど、空き店舗の放置をしてしまうと景観的にも悪化していきますし、周辺環境に悪影響が、及ぶ、いわゆる外部不経済ということになりますけども、それを抑えるだけではなくて、さらに、その抑えることによって、その都市機能、本来は中心にあるものが外に広がっていってしまうものを、それも予防できるというようなことができるので、行政がきちんと把握して利用調整を行うような
仕組みというものがこれから具体的な検討が進むんだと思いますけども、はい、そういう方向感のことが今委員会の中で検討されているということですね、はい、もうちょっと具体的に言うと届け出制度を導入しようかという話がどうやら出ているようで、はい、この行政がその店舗であったりその都市にあるべきサービス、機能が外に流れてしまう、かどうかというのをきちんと状況を把握しておいて必要に応じて、その事業者側の方にぜひ続けてくださいというような働きかけをしたり、あるいはどうしても出てしまうようであれば事前にそれが把握できることによって次の事業の方を斡旋してきたりこう参入機会を与えたりですね、そういう調整ができるようになるので、その情報を集めるということの大事さというのが、行政の中で見直されているというような状況のようです。はい、それではここで1曲お送りします。ゆずで遥か。目指せコンパクトシティ東戸塚。東戸塚まちづくり開発委員会顧問の大滝雅夫さん、事務局から岡本拓也さんをお招きして空き地・空き家問題などの対策・予防策のお話を展開しております。先ほど委員会の中間まとめでは穴を埋める、穴の発生を予防させるといった方策語られたわけですけれども、実際に穴の発生を予防するというのはどういったことなんですか？はい、ですね、その穴の発生を予防するためにはその空間のその作り方だけではなくて、はい、利用の仕方というもの のコントロールも必要だろうということで、その望ましくないようなその空間の状態、例えば今まであったものが撤退してしまうとか、はいはい、放棄されてしまうとか、そういったことが生じないように、一つ目としてはその一定の土地利用を継続的に行ってもらうためのルールという方法が一つ、はい、それから二つ目としてはその ルールの下できちんと責任を持って管理してくれる主体、はい、この二つについての対策というのが国の方で検討されています。はい、で1点目のルールにつきましては、そのルールを官民で、契約という形で設定してエリアマネジメントを担保していくことが今検討されていまして、はい、今まで その都市計画っていうのは言ってみれば権力が あるようなその、行政手法というようなことになるんですけれども、契約というとその当事者間で契約を結ぶわけですから、はいはい、言ってみれば権力的な方法ではなくて非権力的な方法ということになります。はい、でそういうことによって行政としてはその住民であったり事業者が、作った通路であったり広場であったり空地、というものの その管理 の方法であったり、はい、その事業から撤退してしまう場合 そのルールというものもきちんとあらかじめ、取り決めることによってきちんとその行政側が把握できる、ということですね。はい、それからその建物 その形とかだけではなくてそのソフト面というかその運営側、例えばですけど営業時間というところまで踏み込んで関与できるので、例えば深夜営業やってるので近隣から苦情が来るといったようなこともあらかじめその調整することができると、はい、いうことが行政側のメリットとしては掲げられています。で一方住民であったり事業者側にとっての、メリットとしてはその行政とあらかじめそういう運営をしていきますよというところで、はい、言ってみればお互いが合意するわけですから、それに対する一定の手助け、行政から その補助であったり支援というものが得られやすいと、はい、いうことであったり、その、都市計画でなくて、協定で定めているので2社で合意でそれを変更するということも、ある意味可能ですね。はい、なのでもう少し柔軟な使い方ができるというところがメリットになるというふうに言われていますね。はい、でですね、この予防する方策は、今の一つがそのルールという話なんですけども、二つ目の主体についてもちょっとお話しすると、はい、主体としてはその
コミュニティ活動を推進するようなその街づくり主体というものを、きちんと育てようという仕組みづくりが今検討されています。はい。で、まあ、例えばですね、例えばというかもう東戸塚でもすでに見受けられているとは思うんですけれども、地域住民であったり民間の団体、それがあのエリアマネジメントを、まあ、積極的にやれるようにこう認定してあげてですね、それが行政としてもこう支援できるような仕組みがあれば、行政としてもある程度 その地域の管理という部分を、民間側にこう代わってやってもらえるというところもありますし、はい、その地域で その合意形成とか、管理というところを、やってくれることによって都市計画の実現というところも、図れるというところが、はい、あるのかなというところですね。でもう少し具体的に言うと、この主体というものを法人格を持たせたらどうかと、まあ、NPO 法人も一つの法人ですけれども、そういう法人格を持った、はい、主体として位置づけることによって、もう少し責任を持った活動ができる、例えば負担の調整であったり責任を分担するとか、そういったもの、あるいは受注とか発注とかをすることで、その例えば広場の、整備をした後にその管理というものも一貫して行うことができるというような立場になりますので、そういう、この位置づけについてもきちんと検討を進めていこうということになっているようですね。はい、小滝さんいかがでしょう。これはですね、横間さん、はい、私どもまちづくり開発委員会がですね、東戸塚で30年以上にもわたってですね、永遠と続けてきた活動そのものでもあるわけですよね、はい、と私は思っています。そうですよね。私たちのまちづくり開発委員会のこのエリアマネジメントっていうのはまさにこういうことをこれまでやってきたわけでして、もう本当に地味な清掃活動みたいなことからですね、この広場で行っているイベント、それから広場全体をやっぱり管理運営していくっていうやり方ですね、こういうようなことっていうのがですから、まあ地域に役立つで、地域の皆さん方に楽しんでいただけるようなコミュニティ作りのための役にも立ってるわけですし、地域をよりこう清潔で住みやすく、非常にこう感覚的にもいいという町を推進していく上でも役に立ってるんだというふうに私たちは自負してるんですけどね。まさにこの東戸塚の町づくりそのものだったわけですね。そういうことだと思いますけどね。はい、まあ、それを今度は国の方も改めてこういう委員会の中で検討することによって、まあ、国全体としても推進、そういうことをやってもらう、各地域でやってもらうっていうような動きになってきているということだと思います。はい、それではここで一曲お送りします。倉木麻衣さんでハロー。目指せコンパクトシティ東戸塚、本日は空き地空き家問題についていろいろとお話を伺いました。新しい制度が今後の国会を目指して検討されているようで、コンパクトシティ作りを目指すこの東戸塚駅周辺にとってもこれから注目していきたい動向ですね。そうですね。で、先ほどはその、まあ、穴を埋めるとか、その穴の発生を予防するといったようなお話しさせていただきましたけれども、はい、その国の委員会の方では、まあ、当面 の検討テーマとしてこれを取り上げていると。で、まあ、言ってみれば都市のスポンジ化に対するその対応策というのを検討されているようですけれども、はい、今後も引き続きですね、例えばその都市計画施設が今ある意味塩漬けの状態になっていて、長期の未着手が問題になっていて、まあ、こういったことも基本問題というふうに捉えているようなので、はい、またこういった面についても検討が進んでいくのかなと思います。なので、この委員会の活動についてはですね、私たちも引き続き着目してい、った方がいいのかなというふうに思っているようなところですね。これはあれですよね、東戸塚的に言えば東西のアクセスをより良好にしていく都市計画道路の未整備区間をちゃんと整備してくださいねという、そういうことですよね。そういうことですね、はい、今後も新しい情報が出てきましたらこの番組でご紹介していきたいと思います。ということで今日も目指せコンパクトシティ東戸塚お送りしてまいりました。まちづくりについて皆様のご意見などお聞かせください。メール、ファックスなどお待ちしております。
目指せコンパクトシティ東戸塚宛てにお送りください。今日も東戸塚まちづくり開発委員会顧問の大滝正夫さん、事務局から岡本拓也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。